一本でプクってなるし、キラキラも見て、わかる？うわ、すごっ。ボンパチパチパ、ちょっと涙ふかして。はいはい。なんか全然違う。なに？え？ゲルメイク企画、今日は9番街レトロさんです。お願いします。そして性欲以外の欲を知らない女、ハリュウ。AF のチャンネルやから。ハリュウ。しかも変な紹介やめてくれ。始まる前から AF のチャンネルやったらみんな知ってるか。ちょっと知らんよ、そのイメージないよ。お願いします。お願いします。すいません、こんなぎゅうぎゅうで。確かに。じゃあちょっと今日はギャルメイクをどっちかにさせてもらいたいんやけど、肌荒れ今。嘘やん。申し訳。何なん、じゃあやめとこ。ギャルみたいな喋り方。肌無理な。肌無理。じゃあもう違えるしかない。今日はギャル友ということで、はい、一番ギャル友な。いや、旬なんか人望中ナンバーワンギャルじゃない。ナンバーワンギャル。ギャルの中の一番の青木ギャル。そう。ハリュです。じゃあハリュ。じゃあもういいって。あんたは旬。そうね。波長はもう昔から。私と旬、うん、私確かにほんまにそう、マジ仲いいから。京極さんは一期先輩で、うん、ちょっと今日は京極さんにメイクしていきたいなと思います。はい、今日はあのパーティーちゃんのラジオ出んねんけど、うん、もう致死量のギャルかもしれない。そうそうそう。今日めっちゃギャルな日やねん。間に大喜利あんねんけど、ちびすもう回答ギャルっぽくなったらどうしよう。頭グラグラなる。え、なに、すごっ。え、カラコンからな。うわ、怖っ。かわいい。なんだそれ。俺人生で一回も言えたことないの、目に。人生の話多いわ。マジで多くないって別に。一回目やって。一回入れてます。初めて。普通、まあ目いいから。シンプルコンタクトもない。ない、目いいから。俺もない。お前目悪いのに。うん、ない。だって怖いもん。無理。やるのさ、え、そうな、そうな、私もないって絶対私の話するやつせんでね。いや、あれだね。なんだよ、つながれてないで。テーマで遠いのにもう届いてる。じゃあ、あの、一回つけてみてください。はい、ふわ、怖っ。 え自分でつけてみてください。まだそこ無理やもんな。うん、あ、え、通った上で反対になってんじゃん。反対には置くんじゃん。反対、一回置こうか、こっち。あかん、あかん。静かに、静かに、静かに。静かに、静かにしてあげて。もしもし。もしもし、じゃあ電話関係ない。電話関係ない。電話関係ない。ウェルコム、ウェルコム関係ないから。あ、いいですよ、いいですよ。あ、そう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 。ここも力ね。え、怖っ。物分かり早い。物分かり、物分かりが早い。家の時しか言えない。固めでこうちゃん。下にこうやってやる方が。え、どういう、なんて。こうやってやる方が早いですよ。あ、下伸ばし。うわ、怖っ。もっと開けや。あかか。え、あかんの。先導します、先導します。あの、前向いてください、前向いてください。前向いてください。前向いてください。人生は常に前向いてください。前向いてください。上向いてください。上向いてください。下向いてたら始まらんで、前向いてください。上向いてください。ポジティブ、ポジティブ。あかん、つけます。あかん、ちょっと。あかん、あかん、ちょっとネガティブ、ちょっとネガティブ。ネガティブ。うるさいわ、両サイドが。今日がこれめっちゃネガティブ。何が？まつげにぶつかりまくってんねん。ちょっとネガティブちゃうやん。これ入るもんなん？上向いてください。ちち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 ちNSC38 期ギャルしかおらんから。ほら、風数やもん。風数やもん、半端ない。だいぶギャルやもんな、あいつらも。で、マスミもめっちゃギャルやん。マスミなんかあいつ一番ギャルやね、実は。一世代上のギャルやから。そう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 。うわ、お姉さんギャル。ギャルの汚さや、鏡。やめやん。マスミなんかすごかったよ、この前。すっごい人混みの中でたまたま1年ぶりぐらいにやったやん。おう、マスミって遠くから久しぶりで、うん、はいはいって言ったから。久しぶりやで。一年ぶりやのに、おーとか。おー、しゅんちゃんなんで大阪来てんのとかあるやん。はいはい。はいはい。じゃあファンの方と思ったんじゃん。思う顔。マジで決めたい。頼むで。緊張の一瞬。俺らがそのめっちゃ期待してると思わんでいいから。そう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 。何も背負わんとって。そう。あ、そう、まい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 。まいまいまい。赤ぶつかってるかも。ぶつかってる。もっと上頑張ってみて。ペロってなっちゃってます。あ、一回話します。一回ブレイク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 。目についたよ。あ、でもなんか良さそう。マジで悪くない。なんか眼球にそうやってすることに恐れなし。うん、そうそうそう。確かに。基本的にそこが怖くてみんなできてないんです。恐れはなくなってきてるかも。驚愕のカラコンつけてみようっていう企画でもいいです。あ、確かに。なんなんそのアホみたいな子供。めっちゃいいやん。じゃーん、6月編。あいつきあるんかい。危ない危ない今は。
誰がカラコン中突っ込む無視してるからな、俺らそうやで、そうやで周りの雑音なんか全部無視やで、自分のやることだけやるやで、ずっと無視してるよあんたの味方やで。あ、これいけそう、いけそう、いけそう、いける、いける、上向きましょう、上行こう、一回話してみましょう、パチパチ、あー惜しい、惜しい、今惜しかった、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 今の惜しかった自分で分かる、分かる、分かるよね、分かるやったらええよ、分かるやったらええよ、手応えも何も感じてないやったら無理なんかな俺、いや、無理なんじゃん、なんかイップス入ってる、イップス入ってる、無理って思ったら無理やで、そうやで、うん、このやつらは何なんつって、いや絶対絶対いけるいけるいける、いやでも惜しかったです、めっちゃ京極さん、 今までこんなこと何回もあったよ、無理やと思ったけどいけたこと、確かに人生で置き換えんだよ、京極カラコン編っていうのでこっちが下です、まず一本あげれる、ただわーって言って京極さんつけれんかったらまだの、いやつけれんねん、今からつけれんねん、春次行くで俺、お願いします、ちょっとファンでやっちゃうじゃないですか、駅ファンでやりながらや、こあかん、午前中と真っ白めちゃくちゃそうか、俺あんま白いと思う、めっちゃ白いな、これめっちゃやりやすそう、次、あ、そう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 、うまい、こい、上向こう、上向こう、上向こう、上向いちゃう、あれ、手にグッとついて持ってるカラコンが一回戻しましょう、一回戻しましょう、わー、振り早い方がいいぞ、惜しい、ブレイクブレイクブレイク、あ、いいな、ブレイク中になってくれんねや、止血するやつみたいな、あの、ライジンのブレイクブレイクブレイク、ライン返して、ライン返して、ちょっと関係ない、ギャルやから、ちょっとギャルやから、じゃあ顔めっちゃ綺麗、京極さんで正直雰囲気 90% みたいなとこあるんかなって思ったんですよ、うん、そのカリスマ性と、じゃあカリスマ性と、今カラコンやってるかも、そうそう、今カラコンやってる、いや、すっごい綺麗です、あのパーツ一個一個、嘘、ほんまに、パーツの人やった、パーツの人でした、そうなんや、パーツの人もよいいの、雰囲気なしのパーツ寄りの人や、そう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 、ただのパーツか、ただのパーツ、なんだただの寄せ集め、あれ、小田切城、小田切城、あ、小田切城、声とか雰囲気とか相まって今小田切城に見えてる、まだ行きつけたあるんでカラコンは。カラコンって そんな消耗品？確かにさ、え、毎日買えんの？これワンで、え、1個何本なん？1700円ぐらい、5個、5個入れ？そうだ、まあ、ってことは1個あたり、まだ高くなりやすい、ちょっと待ってください、計算しますね、え、ヘイシリー、近くのカフェ、何調べてる、あ、ごめん、間違った、あかんわ、でもしゃあない、その時あるよ、そんな時あるよ、そんな時ないよ、ヘイシリーってカフェ行きたくなっちゃった、ちょっと計算頼むで、京極頼むでっていう、あの、その気を1で、今、うん、今シリーちょっとごめん、 YouTube 撮影してる今シリー、あ、いらん、パンデがあれですか、そっか、あの、顔の状況が変わった、あー、お前めっちゃやりやすいやろ、あの、滑るさっき、やっぱ入れちゃった方がいいんや、なんか滑るよは慣れてるやんか、お前、あ、ごめん、間違ったセコンドが終わってる、セコンドが最低だ、あかんあかんあかん、いいかも、来た、つぶっていい、ゆっくりゆっくり、パチあ惜しかった、あ、今入った、あ、この間にファンでしょ、マジで悔しい、今のだいぶ良かったよ、今のめっちゃ惜しかった、でもあれできる人何でもできるっすよ、そうやな、そうそう、全部これからなんか辛いことあった時に、あの時カラコンやったしなって思えるから、そう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 、え、これ世のギャルこれ乗り越えた夜があるってこと、そうよ、そう、毎朝っすよ、えぐ、いやだってこれ、まあ一回慣れたらいけるんか知らんけど、いやいやいや、毎回こうよ、毎回なんや、これえぐ、えぐいよ、えぐいよ、なんでお前やってるやつみたいな、ずっと経験者の感じでしゃべってんの、しゅんちゃん、え、俺が経験者じゃないっていつ言った、え、カラコン入れてったことあんの、いや、ないですけど、え、ギャル王時代はない、ギャル王時代はある、マジでありがとうって言ってた時ある、え、ギャル王やな、やばありがとうじゃなくて、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ギャル、ありがとうってそのギャル王の時からあったやんワードとして、確かに、いや、わからん、なんかもううちから出てきた、別に、あ、流行りとかじゃないから、流行りとかでやってなかったからな、かっこいい、ブーン、なんなの、俺の中のかっこいいイメージ8やからブーン、虫の、いやでも俺いけると思うよ、いや、京子さんマジでいける、マジでいける感じしてんな、え、カツラまでやったんや、え、でもさ、京子さん結構な、あの、なんていうか、スパルタ教育系お母さん系には少なれんねん、あ、それ何系だ、うん、そのだから、まあこれでもギャルの上がりのギャルの裏じゃないスパルタ教育お母さんでもいいけど、なんでわかんのお前これ逆、色がちょっと濃いんですよ、表の表面の、カラコンってそんなやっぱむずいねんな、めっちゃむずいわ、俺もっとむずいと思って、目細いから入る気せえへん、あれ何かやってるよ、もしかしてそれ何見てる、え、
過去の自分やったらしいわ。未来かと思った一個一個ずそ未来かと思った。未来かと思ったやろ、過去やって。ちょっと過去しぶだ、あの日があったからみたいなとこはね、しぶやばメインギャルメイクやから。いや、ラジオで聞けるギャルメイクやから。ラジオで誰が聞くの。一回どうやろ、一回パチッと入った。あ、入った上引っかかってる感じするよ、大丈夫。敵ってなんか静かにせなかんない。痛いですか。痛くはないけど。お、いったじゃん、完全に入った。確認やねんけどさ、入った時って静かにせなかった。入った入った入ったみたいな、そのなんか赤ちゃんが寝た時みたいな。やっと寝たって。そんなんなかった。今度見たら機嫌損ねたらあかんから。痛かったら取ってください、すぐ。いや、ま、マジで痛くないけど。痛くないですか。なんかすごいな、こんなになんか。めっちゃこっち見て。うん、すごい。めっちゃ綺麗。こんなになんか黒目についてくんの不思議やわ。なんかマジで嫌やわ。この状態やったらな、いつもの峡谷にカラコンだけはやっぱ変やわ。でこっからギャルに仕上がっていくから。ちょっと涙ふかして。はいはい。ギャルやさすがにね。さすがにね。あるあるあるこれ。めっちゃウケてんけど。あるあるなんじゃ。ちょっと涙ふかして。ちょっと涙ふかして。この子が涙ふかして言うたらもう終盤やで。で、なんのなんの。一回成功した後のこっちはもうすぐやと思うで。わかる。結構もう入ってる。改めて声低いですね。うん。うわ、内容言ってほしかったな。やばい。あ、いいかも。いいよ。果てしないな、お前可能性。横で見てる俺が思うってことは相当や。まだまだ成長できんねな。そうっすよ、うん、なんでその道行ってなかったんだよなと今ギャルの方。うん、確かに。まだ間に合う。え、俺ギャル転校いける。持ち持ち。いかん方がいいんちゃいます。てか、なんか逆にギャル使わんと売れようとしてのかっこよかったわ。ああ、確かに。今まで今何されてる。今キラ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 された。キラキラや、うん、キラキラ。で、家帰ってここにキラキラついてて、何このキラキラ。聞く。いや、聞く。結婚した時のマジで一発で決める。これはここ一発で決めたら俺結構見方変わんで。確かに。どういう。なんか食べた。間でミンティア食べるのめっちゃギャルやから。メイク中に見ながら。はじめ離れてくれよ。なんでこうやってポンってつけたらもう結構パチパチって感じなんですよね。ほんまは。はい、せーの。ポンパチパチパ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 チパポンポンポン。ごめんな。ポン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 。俺も早よつけたいんだ。ポンパチパチパ。うるさいな。じゃあリズム与えてんねん。ちょっとポンパチパチターでつけられるんで多分いいけど。ポンパチパチター、ポンパチパチター。それじゃ無理やった。チーン。やめてください。春の国歌から出た音。違って。何か思い出したようだ。思い出すの。おお、来た。補助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 。いけてる。いけてる。入ります、入ります、入ります。いけてる。一回上向いてください。で、前向いて。前向いて。こっち向きました。次で、上は下、あ、前、パチパチ入りました。来た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 。すごー。入った。入った。今のかっこよかったな。左見て、上見て、パチパチ。はい、入った入った。オッケー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 。来たー。あー、すごい。え、涙ふかして言わんでいい？大丈夫？ちょっと涙ふかして。はい。あんたこれ言った時、次の声始まる合図だな。そうなんだ。そのやつ。はぁ、なんか唇になんか潤いとかあったらな。お困りですか？え？よかったら使ってみて。フラッシュバイグロス。フラッシュバイグロス？うん。いや、でもそれってあなたみたいなギャルが使うやつですよね。ううん、これはどんなメイクにも合うようなツヤもラメも入ってる本当に最強のグロスなんです。いや、でもなんか難しそうかな。うん、一発で塗るだけで本当に変わるからやってみて。あ、すごい。え、てかこれラメも入ってます。そうなんです。
このニヤビベージュは0102より大きめのゴールドのラメが入ってるんです。だからキラキラしてるんだ。そう、どんなメイクにも合うでしょ。私みたいなナチュラルのメイクにもすごい合いますでしょ。はい、他のやつも試してみたくない？試してみたいです。これでも京極さんどんな感じなの？正直もう後ろ姿もちょっとギャルになってきて。あれ背中から語ってる。うん、背中でカタラッチ。カタラッチ懐かしなカタラッチ。背中でカタラッチはでもおもろいな。背中でカタラッチって何？見てください。メキモアやん。あ、そうですよ。メキモア使ってんの？使ってる余裕で、最高やで。メキモアってほんまにめっちゃいいらしいな。メキモアめっちゃいいっすよ。メキモア。これね、ベース上向いてた方がいい？あ、いや、前で大丈夫です。上向いてた方がいいのは人生だけです。もうえって、それちょいちょい入るやつ。でも雨の日もあるけど、そんな日も楽しいんです。そう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 。名言みたいっていうやつ。でも、あの子若干なんか持って引いてない。なんだそれ。いや、目力でやられてる。やられてる。若干ビームよ弱めれる。目のビーム弱めれる。京極さんとこんな目合わすのは初めてぐらいから笑けてくる。ああ、そういえば目合わせ。しかもカラコン入っています。とんでもない状態。結構目力あるよ今、はい、実力ある。実力ある。一回もう見てもらってみ、この。うーわ、実力ある。実力ある。シカゴ実業。あ、笑った笑った。嬉しい。赤ちゃんかい。クリア。市民球場。はい、上見てください。目力めっちゃあったな。なんか上見てください。いつも質問とかいろいろ用意するんですけど、うん、そんなんなしでもこんなに話進むの初めてかもしれない。さすがにだってな、もうな、知りすぎてるか、うん、長いな。知りすぎた埋葬。さすがに遊戯王カード1枚ドロー。あれ何？いや、何じゃない、こっちのセリフやろ。何？ウノとかやりたいな。ウノシンプルボードゲーム。シンプルの。ちょっとだけ溜まります。ちょっとだけ時間やります。いや、じゃあいいねんで、いいねんで、ほんまそれ自由にやっちゃって。ありがとう。あれなんすよ。後ろ2人がトークやってるから、うん、全然トークしてるから。なってないって。ここなってるってなってる。私が普通に喋ってもボケで返されるからなってない。いや普通に喋ろうよ。それはあるがなんかそのボケのふりするからや。そうやで、ほんま。じゃあ、うん、休みの日何してんじゃん。え、誰が？俺、うん、いや、お前しかおらん。俺しかおらんわけないやんか。俺以外にもいろんな人おるやろ。ちょっと分かってるって。今分かってんねん。俺以外にもおんのやろ。もういい、分かれよ。なんなんそれ。ちょっとテンポでやめて。そのテンポみたいに言うな。言ってないよ。さすがにテンポみたいな。やばいって。シュンが自分ちゃう。春、そんな、別にええねん。別にええねん。春のそ性欲だけってない。別に性欲キャラみたいなないんだよ。テンポみたいに言う必要ない。じゃあ、あんたがそれ言うか。テンポみたいに言う必要は全くない。じゃあ、言ってない。全く持ってない。全く言ってない。全く言ってない。じゃあ、言ってない。春、お願い。もうこのギャルジャパンの視聴者さん、ほんと下ネタ NG やから。じゃあ、分かってる。こっちに言ってたの。俺もな。春。春。春ちゃん、絶対言っちゃってたからな。春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 。なんで犬みたいに。春。いいって。春。春。悪さしたら犬や。いやー、しかし。来ない犬やね。何がない？来ない犬やね。来ない犬やね。来ない犬やないか。ワンワン！走っていかな。走っていけや。ほどいねやかな。わーん。でしょ、もう行かんて。行くわけないやろ、それ。あ、笑ってる。じゃあでも、だって、しまねたいのちって、初手で性欲って言ってたから。ほんまに。だからどうしようと思ったの。いや、いいんや。その欲望は別にその下ネタじゃない。違う違う違う、それ嘘やから、ね、ガセネタすぎるから。それむき出しにすることがよくない。あれ、ごめん、どこ行くの。違う違う、冷たっちゃう。あ、びっくりした。ケースとかあかんねん。こうやってね、目痛くないですか。え、これ、ちょっと引いた。ちょっと二人作っていい。じゃあ、あんた行かないよ。あ、そうか。目閉じてください。はい。で、あんたいらんて。あ、俺いらんのか。京極さんに言ってんの。あ、そっかそっか。一応閉じこう。なんで閉じてんの。ヒートミーを閉じてってあの人に言われたから。はぁ、似てないな。似てなさすぎるな。平井健さん似てない。平井健、目閉じといてください。はい。じゃあいいってあんたは。まあそう、旬がいい。でもあの人に言われたから。はぁ、ヒートミーを閉じて。はぁ、え、そのイメージないで別に。はぁ、閉じるのはまぶたやけどね。ふぅ、ナイスナイスな意見。正論やめな。腹減ったわ。食べてないんか、朝。早かったもんな。さすがに。今空いてますか？9時半やからね、今。9時半に六本木集合。朝ごはん食べた。それでやんねや。食べてない、はい、朝ごはんとか食べるん？最近でも食べる。あ、そう、うん、はい。はい、じゃあ、あんたじゃないのよ。はい。もう少し。朝ごはん食べる？朝ごはん食べんで、バクバク。こんな風に。
いらんて前には何を食べるかぐらい聞きたか、何を食べるか聞きたかったさすがにパンかな何なんその言い方一回見てみてください目変わりましたいやすごー変わってるえこれ歌いにしたそう右二重確かにえでもこっちはなんかえちょっと待って昨日泣いたってなるちょっとおはようってなったら、朝やから今日僕もあんた何かあった何かあったえ、ないよ、いや、ないよ、ちゃうねその笑顔引きずってるやんってそう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 なその感じやんな なんであんたそんなわかんないわかるちゃっこいって腹減ってるわ、なんでやろこれなんかちょいちょい言ってるな今日、なんか曖昧間に腹減ったさすが、あ、もう聞いた聞いた聞いた、うん、聞こえて聞こえて聞こえて聞かしたくないやろ、別に腹減った、大人った、大人った、腹減った佐藤のご飯、大人った、え楽しそうやな何いや楽しいよ、そらさ同期やでいや、そう、嬉しいあ、ご飯、これ楽しんでくれてたってことそうよそうだよ楽しみやったもん、俺、エルフと YouTube でほんま嬉しい、うん、だってさ、撮るってなってもさ、うん、なんか自分らでさ、あの、楽屋で適当に撮ろうみたいな感じやん、うん、ああ、まあ自分らで撮れるからじゃなくてさ、ちゃんと予定入れて撮るっていうのさ確かにちゃんとコラボやん、これうん初めてやなこんなええ場所借りて京極もついにギャルになれてっていうね目開けてくださいはいいらんのあ、いらんのか言うてらちゃんと京極さんにしか言ってないからあ、いい感じです、いい感じですじゃあせめてさ、その目開けてくださいとか言った時に、うん、あんたことしてとか言ってするじゃないと逆のこと言ってくれないとえ、荒川が言ったやつも逆を言う言わないと俺もやっちゃうよなんでやっちゃうなんでやっちゃうベッキーさんめっちゃおもろなかったやばいすごかった、マジで平場つあそこめっちゃおもろかったなんかこんなに収録始まる前から楽しそうにしてる現場ないよみたいなうんずっと喋ってたじゃんみんなみたいな、うん、私平成のバラエティとかいっぱい見てきたけど、うん、こんな現場ない芸人さんもなんか「はい始まります」ってなった瞬間に明るくなるから、うん、とかやった時京極がちょっと意地悪で「えそのオンオフはっきりしてて暗い人って誰のことっすか?うん」みたいな聞いたのじゃあそのベッキーさんがそのノータイムで「お前だよ!」って意味わからんの成立しなかった俺の聞き方意味分かったよな意味分かったよでも俺その意味分からんけどそのタイミングで言ってるのがおもろかった、うん、そうスピードがなんか決め打ちのスピードで言ってるのすごくおもろすぎて俺の聞き方悪くて伝わってへんのかなと思ってた、うん、俺はでもなんか受けてるし、うん、なんか成立したんかなと思っていや成立じゃないあれいやノータイムでスイッチ入れてきたっていうでも俺もびっくりしたよあれえびっくりしたよなめっちゃおもろかったんでもあれ一回目開けてもらっていいですか関係ないタイミングなんやってなんか目開けてんのに目開けてもらっていいですかって言われてんけどえいやいや多分私のつけまのつけ方は1枚にしますあ1枚あ枚数もここで前にあの荒川とピザ食べたんよおお食べたなうまちょっと待って外していいって言ってつけま外したどういうことあれ意味わかるうますぎたら外すやつ意味わかるどういうこと本腰入れて食べたかったなるほどねほんとつけまついてる本腰入らないんだよスイングは無理だなえみんな美味しそうそれ紅茶かでこれマジでうまい美味しそうそれでしかもなんかそこに乗ってる細いから美味しいねんな形があ確かに確かにこれあるよなあるオロナミン C とかもさ、うん、細くてなんか小さくて瓶やから美味しいやあー形だからえマジで飲まん全員でお願いハルちょっと財布渡すから買ってきてくれえ分かった私ハルやっけ飲みますおまたほんまに勝った?ほらーもうあなたの腸内環境を袋詰めいや、いいけどさこれでもいいけどじゃあ、いや、ちょっと正直なかったそこにあ、なかったそう下で勝ったよ、俺あらつまくん、これ、ほいあ、やんまよくないなで、しゅんちゃんが出してくれたわ睡眠の質、腸内環境を整えます全員飲みましたあなたの腸内袋詰めごめんなさい、飲みたすぎて袋詰めって言った飲みたすぎて手出してもあ、吐いた、吐いた早っ入った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 乾杯とかでもなかったんや嫌やなこんなん早飲みのギャルでも腸内環境が背中でカタラッチしてるわえってカタラッチカタラッチって言ってたよな言ってたなカタラッチってなんやねんなカタラッチしよう公園でカタラッチカタラッチリンク飛んでけピューン行ってもいい、みんなとこ飛んでもいいけど帰ってきてなそれなんだ待って懐かしいホームページのリンクや帰ってきてなめっちゃ懐かしい帰ってきてな何だろすごいな
じゃあ合ってんのか分かる。パンダ系のギャルやな。わかる。ダボダボの毛糸モワモワ系の胸結構あき系でコンビニ。なんか全然違う。何？え？あ全然あかん今日なんで。これ完成するの？こんなさせられて。ちょっと待ってさすがにさ俺。さすがにちょっと相方守っていい。こんなさせられだってさ。こんな姿見せたらファンの人悲しむ。いやこんなさ俺がおふざけしてる時もさ頑張ってもうメイク集中してたで。確かに。混ざらんと。一回見てください。なんか、ね、いつもなんか。いやーいやー。全然違うこれじゃない。久しぶりにギャルメイクしたからかな、ああ人に。確かにいつもの感じとも全然ちゃうな。こんなさ、素材いいのに。パンダギャルやもん。いや、なんかつけまが合ってないんかな。モケモケ系の、もう全然。あ、確かにつけまかもな。どうしよう、マジで。そう、でも全然その、あと眉毛とか次第じゃん。ほんま？うん。え、眉毛もでも終わってんじゃんもん。眉毛は一応、終わってんじゃん。行くとこまで行ってみて。はい。確かに、まだ分からへん。優しい。うん。てかさ、めっちゃさ、ここ塗ってさ、もう顔ちっちゃくとかしたら。はい、確かに確かに。うん、見て。で、元から髪長いのとかも、さ、あんま変化を生みにくいんじゃん。あー。何やろうな。多分、もっと可愛いのにな、ほんまは。じゃあ、二重幅なんすよね。二重幅がもっとあったらよかった。うん、もっと作らなあかんねんけど、駅がなくて。あー。うん。駅がなくてって、お前旅行、田舎の旅行先か。近くに駅なくて行って駅ないから駐車場探そうって言探そう言うて駐車場だ安いって言うてそう行けたなほんまや安いって俺後ろから言ってるけど免許持ってないから分からへん分からへんのやあるんだけど私もそっちや安い倍ぐらいすんじゃんとか言ってみたら倍ですもんね口角上がってるすごいそうなんやみんなメイクでここ上げたりするんですよ何私口角めっちゃ下がってるんですよほら嘘ほらほんまや京極さん見てモニャって上がってる、すごい、うん、え、ちょっと待ってあ確かに元からモニャちょっと言ってる言ってた、モニャってじゃあ赤にこれ皿なんで、そのえ、しかもこれ荒川方してるやつじゃんそうなんですほんまやそうこれで、グッて伸ばせるああそれめっちゃいいやんこれはほんま一発でもうブリーンってなるんでブリーンってなるブリーンってなるもうブリーンキラキラ全部入ってますブリーンキラキラソーセージ笑ったしょうもないネタみたいなやつ笑ったリンローズっていうやつなんですリンローズリンローズっていうのをつけたいと思います、リンローズ見惚れる存在感でゴールドとホワイトのラメが入っててもうなんていうんやろこれをこう仕上げにつけると背中が伸びる凛とした女性になれるこう上品で気高くてちょっと強さもあるというすごく勇気をもらえるグロスでございますこれつけたら視線いただき美人ローズこれ皿なんで皆さん行くとこ行くで私ちゃうえ何分ぐらいの動画でする気20分ぐらい40分にしてよせめてお願い今長い動画流行ってんねんでそうなのほんまにほんまにいや2分の動画やってる人が何を言ってんのゆっくり腰あ、なんか腰痛かったうわ、すごい何見て、わかるうわ、すごあ、でもめっちゃ綺麗近づいてくださいもううわ、すごすっごいいい感じじゃないなんか笑ってんな今の段階だねまだ完成前すごい大人っぽい感じにもなるし1本でこうぷくってなるしキラキラも高級感もある感じになるんですえ、どんなナイト後のギャルなそうやんな涙とか書いちゃってもいいんちゃうそうかみたいなそうそう逆につけまなしかいや私もつけまなしいいかもなと思ったつけまなくてなくなったつけまあでも確かにでもさギャルメイクって言ってさ出せないっすよねさすがにそれはないよかわいそうだってそれは京極やから今なんか黙ってるけど俺やったら発狂してると思うよこれ出せないとこやで1時間メイクしてめっちゃセクシーですよ今確かに色気はすごいなただ服着てるだけって感じセクシーたまたま今日服着てるだけって思った京極さんの唇に唇やばい、うん、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗ですめっちゃ綺麗です口元だけで女性なんで覗いてくるの、うん、いらんってしつこいな春もつけてみるこれはミヤミベージュって言ってちょっとベージュやんそうベージュ、つけさせてもらい春もつけさせてもらい03番はミヤミベージュ
きらめき倍増、これはゴールドのラメが入ってて01と02番より大きめにラメが入ってます。もうほんまに可愛い系とかかっこいい系とかどんなメイクにもマジで合う、最高、さすがっていう感じなんですけど、もうあまりにも輝きすぎてみんなお願い事してくるんちゃうかって流れ星と勘違いされないように気をつけてね。気高くキュートな星屑ベージュ、ごめんください。来たほら見て二重、おお。わ、全然ちゃうわ、確かに。あ、めっちゃ二重や。ね、それによって一気に泣いてるギャルやめた。これで泣いてるギャルじゃなくなったくない？ほんまや。右目が完全に切り替えたギャル。くっつききれへんな、でも。ほんまこれね、くっつくやつないんですよ。ほんま、もうちょっとこう固めて、まぶたをグリってあげるやつやから。へぇ。もう一回これ挑戦。うん、挑戦してる。挑戦は絶対にした方がいい。じゃないと新しいことにはたどり着けないからね。そうやだ。いけ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 、ありがとう。うん、めっちゃいい。お前突っ込んでって思った。あ、口で塗ったその口で突っ込んでって。そんな変わる？ニアビレージ。めっちゃ可愛い。でもめっちゃナチュラルで、めっ、あ、でもキラキラしてる。あ、キラキラ。めっちゃ可愛さもあって、うん、可愛い。ナチュラルやから、確かにナチュラルな突っ込みできそう。なあ、え、じゃナチュラルな、その口でナチュラルに、かっこいい系になるんかなと思ったら、すごい色づいて可愛い印象にも。確かに可愛い系、さすがに。めっちゃいい。うん、めっちゃいい。いや、これね、多分フルで流してもいいと思うで、俺。え、うん、なんでそのフル交渉しちゃう。いや、マジ、これなんだ、ほんまに思うねん。なんとなく流して黙ってる時間、なに、どうした。あ、大丈夫、大丈夫。なになに、どうした。なに、入荷しました。あいつがもう、アメリカに行く時間。あんた間に合うって、行き。あんた行きや。あんた行きやじゃね。間に合うで。じゃ、間に合うで、じゃね。パスポート見て。入荷しました、ちぎれた。これもカットかな。ちょ、そんなんで悲しそうだ。あ、どうやろ。あ、どう。どう、こっち向いて。あ、めっちゃすごい。さっきとちゃうよな。さっきと変わったよな。全然変わった。あ、確かに。ギャルメイク史上初かも。今日やばいってなった。普段と違うから。へえ、今まで誰がやったんやっけ。森山さんとかもやったし、柏木さん。柏木さん、柏木さんやった。柏木さん2回やってるわ。1回もう一回やらせてください。柏木さんがめっちゃ文句言うから、なるほど、もう一回やらせてくださいっつって。いや、でもいいわ、すげえ。パレードしたい。こいついっぱいでパレードしてほしいもん。見に行くって、俺それやったら。さすがに。すっごい綺麗、ほんま似合います。ほんまに綺麗です。うん、香川の土器川みたい。綺麗けど。ありがとう。香川のお仕事来ます。あなた、コーチです。なんでや、コーチでもええよ。ありがたい。目痛いですか。目痛いですか。どこでもあんの。目痛いですか。じゃあ、あなたは聞かなくて大丈夫です。目痛いですか。誰かに会いたいですか。誰かに会いたいですか。ん、何、誰かに会いたいですか。京極さんも集中して聞こえてる。お前、会いたいですか。で、会いたいなら行くしかないって。まだ間に合うって。全然先で違いますよね。分かれへんねんな。ん、一回見て、一回見て。あ、全然ちゃう。いや、全然ちゃう。目の開き方がちゃう。そうそう、ちゃうよな。さっきまではなんか締めさせられてた。そうやんな。今の方が綺麗です。全然全然。口見るの、まず形も綺麗ですね。そう、めっちゃ綺麗。なんか正直より綺麗、浮いてる。なんかメイクでそう見せてんのかなと思うと思う。荒川喜ばせ。色味もめっちゃあって。荒川の技みたいな。荒川の技にしても、荒川としても得しかない存在。ほんまそう。唇モデルとかやったの。唇モデル。唇モデル。うん、唇モデル。唇モデル。はい。イチローモデルのグローブみたいな感じ。そういう感じやわ。じゃあちょっと私のこの下まつけていいですか。あ、それはいかし…え、お前の贈呈。1個しかない。ギャルになった。そんなんできんの。譲ったりできる。1個しかないんで。でも譲り合いやから、こういうのは。ギャルってすごいよ。どうせやったら。あ、でもそれやっぱさ、完成させたいっていう意気込みがちゃうわ。どういうこと。今回はいいやってなるもん、なかったら。もう自分の外してでも良くしたいって思ってんのすごいわ。ほんま。うん。いや、京極さん絶対良くなるんすよ。うん、でもなんか足りへんもん、多ない。何ですか。なんか駅とか。てか、まあカツラは結構びっくりしたよな。忘れカツラのこと、ほんまに。3回に1回カツラ忘れるんですよ。式下げへんように。でも京極ってとか、京極系のお母さんと意味わからんこと言ってたから。やってくれてたら。めっちゃいい。おー、すげえ。下ある方がいいっすね。ある方が一気にギャルやな。うん、てか下あったらなんかただの泣いてるパンダギャルじゃなくなった。マジっすか。うん、あんた切り替えやって言う必要ないもん、これやったら。口が一個楽した。楽した。うん、楽できた、一個。はい、
回見てください。で、たこ焼きちょうだいって言ってみ。たこ焼きちょうだい。大阪のギャル会。何してんの。なんで言わしたかできました。あめっちゃギャルじゃない。可愛いけどな。いや、メイクマジすごい。え、メイクマジすごい上で、俺ちょっと一回だけ言っていい。うん。完成がこれはでもギャルじゃない。さすがに今日僕はと思った自分でと思う思ってたギャルではなかったよな。そのやっぱさ金髪になってみたいな。まあやっぱカツラ大事やな。え、そうさ、荒川がさここでさちょっと金髪垂らされへん。せめてなんか角度的に。そう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 、ほらほら、そう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 。ああ今だいぶいける、だいぶいける。せめてやっぱ完成サムネはこうしてあげて。でも確かに髪色に変わるかもな。髪色はさすがにやっぱ変化の一個目じゃない。俺こっちを黒隠して。頭これ出ちゃう。ちょっと。誰やつ。こんなことせなあかんぐらいの。リックやな。リックちょっとほんまそれこそ。もう一回やらしてくれへん。せやな。でもう一回コラボとしてもやらしてほしい。この、うん、これが発売されるから。もちろん。うん、ほんまに絶対、そう、もちろんそうか、これは絶対全部なんで流してほしいのこれはね。え、なんで流してほしい。楽しかったとか。めっちゃ楽しかった。ほんまほんまにずっと多分見てられるかもと思った。そう、ほんま、うん、ほんまほんま。でも私、しゅんちゃんが本気で笑ってるとか最近全く見てないから、ここ5年。そうやろ、本気で笑ってたやろ、結構。そうめっちゃ楽しかったわ。ええ、じゃあ次の予定、ほんま立てれる。立てれる、絶対立てます。あがつまくん、すぐやってくる。ほんまですか。いいですか。ほんまに、あがつまくん、すぐやってくる。もう一回、もう一回京極さんやっていいですか。リベンジやろう、これはやろう。でもウィッグは絶対持ってきて。いいウィッグは持ってきて。で、前日に明日ウィッグになってないんだ。そうそう、入れて。入れて、ごめん、うん、それ入れば。あ、でも可愛いけどな。うん、目開けすぎやな、普通にしてください。ここがあの、刑事のあのシャーやつ、シャッてしそうなるわ。ブラインドじゃねえ。ブラインドか。お、俺のデコします。犯人が、あ、ごめんなさい。やるわ、マジで。うわ、悔しい。めっちゃ可愛いのに。え、どうすか、リップ。リップ読まない。リップめっちゃいい。いいよ、普通にコーヒー飲んで色つけたいよ、コップに。あはははは、白いね、うん、マグカップ。悔しい、ウィッグ忘れた。いや、その悔しさ、次の収録に繋がるって、マジで。ほんま絶対忘れへん、もう次ウィッグ。確かに。次で、私もちゃんと道具も、うん、ちょっとこんなカスカスになってるって思ってなかったんで。うん、そうやな、あの、ノリとか。そう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 。まあ、じゃあちょっとこれはほんま、絶対リベンジしよう。すぐに。そして、ほんまにお願いします。でもありがとう。あら、あ、でマインドギャルや。ありがとう。入ってきた、イエーイ。やば、マインドもメイクしてたんかい、ギャルやん。イエーイ。どんな終わり。これほぼ流してお願い。ははははははは。これちょっとね、今日来てくれてありがとう。ありがとうございました。すぐリベンジします。リベンジワロス。